やっとマイク戻ったか。どうも、和田つ。どうも。こんばんは。はい、こんにちは。リンリンいらっしゃい。はい、こんばんは。まえさんいらっしゃい。明けおめ2017年花火ありがとうございます。2017年花火ありがとうございます。仕事サボるさんいらっしゃい。コラボいいよ。コラボちょっと待って、よいしょ。お、ほぺちゃんまいらっしゃい。今年もよろしく。クッキーありがとう。あれ、キーボード聞かないな。あ、聞いてた。3倍目ヒカルさん、いや友達だけど、うん。はい、どうも仕事サボるさん、ありがとう。花火ちょっと待ってね、準備するから。ライン、よいしょ、これです。はい、どうぞ。ありがとうございます。リュウさんいらっしゃい。ここ来れてよかった。ありがとう。ハート花火ありがとうございます。仕事サボるさんいらっしゃい。花火ありがとう。2発12回やります。あ、そうだね、うん、あの YouTube がね、なんかバンになっちゃった。よいしょ、行きます。よいしょ。飲みすぎた。花火ありがとう。1回2回、そうだね、3回4回5回6回7回8回9回10回11回12回13回14回15回16回17回18回。ありがとうございます。よし、明けましておめでとう。ゆかちゃん今年もよろしくね。ハート花火ありがとう。はい、明けおめ。たくみさん今年もよろしく。1回2回3回4回5回6回は、徳明さんありがとう。ハート花火ありがとう。お年玉か。1回2回3回ありがとう。お年玉4回5回6回12回いきます。ハート花火ありがとう。1回2回3回、ちょっと待って、4回ありがとう、5回
6回、7回、ちょっと待って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 、8回、え、何回だ、9回、10回、ちょっと待ってって、11回、12回、あと3回分だから3、3、6、18回、58回いきます。ちょっと待って、18回だから、ちょっと待って、6回、24回、ちょっと待って、1回、2回、ちょっと待ってって、30回ね、3回、4回、5回、ちょっと待ってよ、36回、6回、7回、8回、9回、何回だ、42回で10回、あと32回、11、え、ちょっと待って、ちょっと待って待って、32だから38、38回、1回、38回、ちょっと待って、38も、44回、3回、4回、ちょっともっと数えて、34だから、え、じゃあ40、え、何回だっけ、44、これで44、44って数えといて、44だから、50回ね、残り50回って覚えといて。こんにちは、たかやん。1回、数えといてよ、のんたん、6回プラスの、2回、3回、じゃあ俺の数えんじゃないよ、花火を、今何回、62、ちょっと待って、俺もう本気でやるわ、カウント頼むよ、1回、2回、どんどん来い、もう3回、4回、5回、6回、7回、8回、9回、10回、11回、ありがとう、12回、13回、初コメありがとう、14回、15回、ありがとう花火、16回、17回、18回、19回、20回、21回、22回、22、23回、24回、25回、26、27、28、29、30、30回減らして、あと何回、今何回だった、78だった、48回残り、48ね1回、2回、左がきつい、3回、4回、5回、6回、7回、8回、9回、10回、11回、12回、13回、14回、15、16、
17、18、ちょっと待って、あと30、ちょっと待って、あと30ね。そうそう、限定のやつですね。ありがとうね。行くか。行きます。1回、2回、3回、4回、5回、6回、7回、8回、9回、10回。のんた水持ってきて。11回、12回、13回、14回、15回、16回、17回、18回、19回、20、あと10回。貧血。あ、おはよう、このみ。おはよう。16にしといて。16ね。残り16。ニューイヤー花火ありがとう。1回、終わらせるぞ。雑談するんだ、俺は。2回、3回、4回、5回、6回、7回、8回、9回、10回、あと何回？10回減らした？減らした？今来たよ、2発。あ、32？34じゃないでしょ。今10減らしたんだから。あと何回？ありがとう。70回。あ、また増えた。76。わ、6増えた。82。あ、じゃあ84か。82か。OK ですか？始めていいですか？82回いきます。82？いくよ。1回、2回、3回、4回。ありがとうございます。5回、6回、7回、8回、9回、10回、11回、12回、13回、14回、15回、16回、
17回、18回、19回、20、21回、22減らして60、あと60、66ね。ありがとうございます。古代さん花火ありがとう。あと72、え、合ってる ?OK、はい、OK ね。72ね。72だから22回やるわ。1回2回3回4回、5回、6回、7回、8回、9回、10回、11回、リディアさんありがとう。12回、13回、14回、15回、16、17、18、19、20、左が22減らして上がったわ。あと50、左って壊れるってあと50、7回、8回、やー、9回、10、あと40、4回、ありがとうございます。やろう。5回、6回、
7回はっ1回9回左が10回あと30まだ30あんの1回、2回、3回、俺何回やってんだろう。4回、5回、6回、7回、8回、8回、10回、10回減らして。何回？26。あ、花火ありがとうございます。10回。あと何回？32回。ありがとうございます。なんだ、それ変わってくんね。本気でやる。立ってやる。もうこっから上がんない。座ってたら。あ、花火が。なんだ、ここ座って。本気でやるわ。あ、花火が。46回。あ、46回。ありがとうございます。音つけて、音声やって。あ、ハート花火ありがとうございます。止まるまで待て。ハート花火ありがとうございます。うん。あ、花火8ありがとうございます。彼女飲んだんです。はい、ハート花火ありがとうございます。ハチさんありがとうございます。ハチさんありがとう。マイクつけてる。ん？マイク。ライト？マイク。マイク。花火ありがとうございます。70。カノミさんよろしくね。ありがとうございます。止まった？はい。たくみさん受けましておめでとうございます。70回です。70回。はい。暑いからまだかな。はい。行くよみんな。70ね。合ってるね。はい。70。サボルさん明けおめです。
20。はい、じゃああと50です。あと50だよね。はい。ありがとうございます。この顔であります。ハットありがとうございます。ハチさん、ハチさん、ハットありがとうございます。ハチさん、ハットありがとうございます。今10回、あと何回、あと何回、あと40回です。あと、え、さっき10回やんなかった。あと40。はい、40。ハチさん、ハットありがとうございます。あと40。はい、あと40です。泣いちゃうもん、泣いちゃう泣いちゃう。泣いちゃう泣いちゃう。左手が痛いって。あ、テレビありがとうございます。ハート花火ありがとうございます。あ、ちょっと待って、腕取れるかも、腕取れるかも、ハート花火ありがとうございます。腕取れるかも、腕取れるかも、腕取れるかも。10回減らして、はい、腕取れるかもしんない。花火ありがとうございます。腕取れ、マジで腕取れるかもしんない、腕取れるかもしんないんだけど、マジで花火ありがとうございます。ちょっと待って、腕取れるかと思ったんだけど今、腕が取れるかと思ったんだけど、取れるよ、マジでやってみろ。俺今何回やってる、だって何回やってる、266やってみろよ。あと、あと6。ありがとうございます。ごちさまるさん、ありがとうございます。あ、花火ありがとうございます。花火ありがとうございます。お前な、うんうん、あ、花火ありがとうございます。あと、花火ありがとうございます。あと、花火ありがとうございます。あれ、さっきより増えちゃったあれ、あ、熱くなってる。あ、ちょっとこれは壊れてきましたね、腕が。何回？あ、84。八
84回。はい、84回。減らないね。減らないね。これさ、ほんとさ、これさ、今年さ、ベルセルクみたいになるぞ。マッチョになる。室伏広治みたいな体になる予感しかしないんだけど。腕だけマッチョになる。他の部位っていうか、俺は先月1800回スクワットやって、足が今バキバキなの。スクワットも100回200回やっても効かなくなっちゃうぐらい。前回はスクワットだったの、先月は。それで先月1800回やったのよ。そしたらもうスクワットが効かない体になっちゃって、これじゃダメだからっていうことで腕をとりあえず鍛えようってなったの。1880回かな。腕がバンプアップしてる。腕アップしてほら、腕が超太くなってる今。ほら、腕いつもより太くない？ムキムキだ。腕いつもより太いんだけど、ちょっと待って待って、何これ何これ、太くなった。腕が超太いんだけど今日。もう太くなった。ちょっと待って、いつもより太いっしょ。あ、花火ありがとうございます。何これ、バンプアップしてんだけど、すげえ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 、超いい腕になってる。すげえ。あ、ハート2発。はい、ありがとうございます。左もバンプアップしてるよ。ほら、パンパンなんだけど。ハート花火ありがとうございます。すげえいい腕になってる。あ、ハート花火ありがとうございます。止まるまで待とう。はい、大変な日ありがとうございます。大変なことになるぞ、このまま行ったら。超太いもん、ほら丸太みてえぞ。大変な日ありがとうございます。花火ありがとうございます。感動してる。うん、もう一発。花火ありがとうございます。ちょっと待って、今日俺さ、デイリーランキング1位取れんじゃないのこれ。花火ありがとうございます。まさか寝起きでこんなにやると思わなかった。ハチさん、花火ありがとうございます。本気出してきたな。うん、アホだろ、こいつら。アホだろ。うん、はい、また次花火祭りです。何回？128回です。128回。はい、28消化しようか、とりあえず。はい、28回いきます。はい、もっと近づいてみましょう。あ、はい、こんな感じです。迫力映像ですね。ハートありがとうございます。どんどん近づきましょう。もっと近づいて。
21ストップ21ストップ、はい21目指し、あと何回、107回です。107回急に吹けましたね。吹けるだろう、うん、やってみろよ、さ、うん、107、はい、7回ちょっとクリアするわ、うん、これ1個何キロ？6。1個6キロ。うん、嬉し泣き、嬉し泣き。7。100にして。はい。あと100回。100回。あと100回。タバコ休憩。1個6キロ。老けちゃったね。老けたよね。急に老けたね。確実に老けたよね。31だよ。急になんか10歳老けたかな。学生じゃないんだから。あとで何回カウントしたか、何回やったかやろうね。うん、ただね、もうマジで腕が限界。これって上着脱いだらバンだっけ？やめといた方がいい。上着脱いだらバン。うん。やめときましょう。でも汗が止まんないんだよ。つけたねってみんな。ダメっすか？スクワットに切り替えたらダメっすか？ダンベル？スクワットにしたらダメっすか？ダメ？上がんないよもう。スクワットにしたらダメ？ダメ？ダメ？もう上がんないって。ダメ？スクワットにしたら。辛い方で辛い方辛い方だって。ちょっとこの100でストップね。ちょっと一旦ストップしよう。花火あと88回、あと88回、この88で一旦ストップしよう。ちょっと雑談も挨拶もできてないからリスナーさんに。もう増えてきちゃうよそしたら。いやだからちょっと分かったよ、すぐ終わらせる。じゃあいくよ。3 4 5 7 7。
出ちゃういろんなもんから出ちゃう、なんか力が入らない、キル10 11、あかんない、12、12減らしたら76。壊れてきましたね。笑ってる。かぶってないのにコンドームは。あと76回。まずちっちゃいダンベルがある。大丈夫。10回。あと66。感覚がない。やばい。冷やす？アイシングしますか？ムキムキ、俺人生最高にムキムキなんだけど、やばくないこの腕今日。すごいね。ほら、あーすごい差がある。左の細い、うん、腕すごいよ今日。ムキムキ、すごいムキムキだよほら。はい、明けおめー。あと66。66ね。どんどん老けてきましたね、なんか。あと何回？54。喋らせねえよって感じですね、リスナーさん。今年は喋らせねえよっていう。上がる。
上がる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 俺は上がる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 筋肉と喋ってるから今。44もあんの、うん、ねえまだ44もあんの。もういいよ、本当にいいよ。ちょっとストップね、まず44で。ちょっと一旦休憩させて、これ終わったら。だって俺46分間ずっとダンベルやってんだよ今日、うん、筋トレボディービルダーでもこんなやんねえぞ。46分間ずっとダンベルやってんだぞ俺。ダメって44、縁起悪い。ちょっと待って1回2回3回キロです。10回、はい、10回、あと34回だ。壊れちゃった。上がらない。
10。やったー、あと24回だ。顔が変わってる、面白い。顔全然変わったね。どうしたの？なんか10歳ぐらい老けたから。始めた今度なんか 笑ったり泣いたりしてる、なんかどっち泣くの笑うの泣くの笑う違うの、おかしくなっちゃいました。ブロークン、ブロークンはどう？あと何回？あと24回。あと4回？ 12、頑張れ。え？あと12？うん。だなって言ってる。右は楽そうだって。残り左だけでやれって言ったの今。ねえ、左だけ？無理でしょ。カエルさん開けました。無理でしょ。ありがとうございます。見たらわかるでしょ。俺の今腕どんなことになってるか。無理でしょ。無理でしょ。もうあれですよ。限界の向こう側にいるんですよ僕は。明けましておめでとうございます。今年もよろしく。よし、ラスト行こう。おもちさん頑張って手術してね。
パンパン。見てこの腕、バンプアップしてこんな感じだからね。さあ、ありがとうございます。ありがとうございます。何回やったかちょっと花火の数カウントしよう。はい。あーきつい。花火が、なんか耳がおかしくなってんな。あれ耳が聞こえないな。なんか耳が遠くなってる。なんだろう、耳が遠い。ボリュームがすげえ小さい。なんだろう、6発36だから、ちょっと待って、36、計算ができない。67足す6だから 73×6、 73×6 73×6 438回やったんだぞなあ、俺438回やったの？アホでしょ。ダンベルやらないなら花火投げる。438回、すげえな。本当にやった、こんなに。でも1時間ぐらいやってるから。1時間やってたの？それくらいやってたかな。すげえな。本当にやった？後半の100回が長すぎて覚えてねえわ。すごっ。やって、そりゃ6キロでもきついわな。もう左手がビリ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 してんのよ。左手がすごいね。ダンベルやらないなら花火投げる。じゃあせっかくだからいただこうか。でもここでダンベルやらなかったらクソだから、スクワットやろうか。じゃあブルさん、スクワットやります。ブルさん、スクワットやります。これ腕こうすごいよ。血管浮き出てるもん。ありがとうございます。ありがとうございます。スクワットって何回やったっけ？5回だったっけ？15回じゃない？いや、言い過ぎでしょ。スクワットって5回だよね。スクワットって5回だよね、確か。合ってるよね、多分。それで合ってるんだよ。ありがとうございます。お年玉ありがとうございます。スクワットやるか。よいしょ。1回2回3回4回5回。いや、あのね、左右に振り分けてたから1時間で4半100回は無理。でもやってるぜ。やりきってるもんね。だって花火、73回花火があって、かける16って計算してない？これ6だよ。6サブ6 18 34。ノンタン掛け算できないじゃん。うわ引くわ、うわ引くわ。ノンタン、じゃあサブ6 18でしょ、18でしょ、4 6。あ、俺が掛け算できなかった。あ、やべ、初やべ。違う、今は違う。今筋トレしてて頭がおかしくなってんの、ごめん。6 7 4 6 42。うん、やべ、俺ができなかったわ。うん、いや、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、やらかしたね今ね。あ、そうそう、のんたんの絵を描くんだよ。そう、忘れてた。今日はお正月はのんたんと絵を描きます。のんたん画家。あ、でもまだ下書きやらせないと。下書きやろうよ。アクリルボード買ってきました。なんかのんたんの絵がすごい。っていうか耳が聞こえねえんだけど、なんかおかしくなってない？ここの血行がおかしくなってんのかな。耳が聞こえないんだよね。なんかモニターの音がおかしい。ボリューム出てるよね、ちゃんと。あ、聞こえてる？みんな、なんか俺の耳がおかしいのかな。みんなのところには届いてる？彼女だよ、のんたんは。アクリルボード買ってきました。のんたんの絵はこのアクリルボードに絵を描きます。聞こえてる？なんか俺の耳がおかしいのかな。
うん、音割れ？あ、ちょっと待って。あ。テース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 。これくらい？どう？これくらいで OK？ 音。大きい。これくらいで OK ですか？まだでかい？もうちょい下げるか。あ。どうですか？皆さん。これくらいで。音割れしてない？ OK？ はいはい。じゃあ、これでいきます。よし。アクリルボード買ってきたからここにマロングラッセのりこの初期作品が描かれる。これに書きます。 OK、 ありがとう。あれ、俺メガネどこやったっけ。もうダメだ、頭がバグってる。いろいろ。お、いいじゃんいいじゃん、かっこいいじゃん。いいねいいね。すりガラスみたいな感じだね。つや消しクリア。どっち側に書く？ピカピカの方に書こうか。こっち側に、うん、下書き。え？画用紙に下書きだね。なんで画用紙に下書きするの？これにだって色のせんじゃないの？もう一発？お、いや、わかんない。俺絵か描けないから。どんな、なんかこれを T シャツにするんだよね。これをコピーして T シャツにするから。画用紙にイメージを。いいよ、スケッチブック、はい、はい。どんなパターンにしようか。なんかどんな絵が見たいか、みんななんかテーマとかお題とかあったら早めに言った方がいいよ。もう描き始めちゃうから。なんか俺的にはこういうパターン系の模様みたいなのがかっこいいかなと思ってんだよね。千代渡つ、いらっしゃい。ほっちょいて。何がいいかな。そうだね、うん、飛躍しようっていうことで鳥をイメージしよう。鳥、うん、鳥か。この高光の鷹は、うん、じゃあ鷹イメージ。鷹をイメージしてくれ。鉛筆とかあるの？鉛筆一応あるけど、まだ一応あるじゃん。ボールペン？うん。聞きながら自分のサムネ考える。いいね。サムネ何がいいかね、リュウさん。じゃあ和道グッズの指定カラーで描こうよ。赤黒白で。あれ、俺今日何話そうと思ってたか全部頭ぶっ飛んじゃったな、筋トレで。何話そうとしたんだっけ、全然覚えてねえや。なんだっけ、何話そうとしたんだっけ俺頭ぶっ飛んじゃったよ。新しいフォロワーさん紹介します。せやなさんフォローありがとう。まえさんフォローありがとう。りゅうさんフォローありがとう。ゆいさんフォローありがとう。あいうえさんフォローありがとう。せんぼんやりさんフォローありがとう。けんすけさんフォローありがとう。けいすけさんフォローありがとう。へんてこうさぎさんフォローありがとう。にゃんさんフォローありがとう。以上です。サムネ作りをネタ配信すればいいのか。やっぱしお絵描き見てます。あ、そうだね、結構サムネ描く、キャプチャーしてサムネ描く絵とか受けると思うよ、うん、うん。なんかリスナーさんから伝書箱と飛んでたんだけど、なんか俺のことディスってるっていう配信者がいたらしいね。なんか俺のことディスってるよってすげえ言われてた。
昨日黙らせた。なんで俺ディスられたの。おう。おう。おう。二枠に渡ってやってた。おう。でもさ、富子ってさ、俺のリスナーじゃなかったっけ？富子って人。俺のリスナーだったような気がするんだけど。おう。なんだろうね。生活保護の不正受給とか前科があるとか。前科あるのは本当だね。生活保護不正受給はありえないですね。多分生活保護に関してね、知識がないんだと思うよ。うん。二枠にわたってやってたんだ。酔っ払ってたんじゃないかな、わかんないけど。うん。不正受給はないですね。ていうかね、もう生活保護を受けて4年も経ってるから、不正受給がもしあるとするならとっくに逮捕されてる。うん、かっちょいいね。初見さんいらっしゃい。楽しんでってください。和道です。明けましておめでとう。あ、そうだ。みんな明けましておめでとう。そうだ。挨拶をしたかったんだ。皆さん明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。みんな明けおめ、ことよろ。はい、こんにちは。みーさんいらっしゃい。うん。うん。まあね、リスは別に愛があればいいんじゃないの。愛がなかったらただの悪口だからね。ラッパーとかもそうでしょ。ラッパーとかもそうでしょ。うん。明けおめえ、レクチーハートありがとう。今年もよろしくね、レクチー。そう。ラップとかもそうじゃん。ディスがない、ディスはね、愛がないとね、伝わらない。うん。初見さんどうも、くまたんいらっしゃい。よろしく、うちよ。ハッチー、今年もよろしくね。ありがとう。小谷さん、ありがとう。よろしく。今年は激動の年になるからね。花の32歳だよ。俺が子供の頃から32は攻めの年だって決めてたから。今年は動くよ。人生かけて動くから。シェクさん、風船ありがとう。いい年にしよう、みんなで。うん。あ、バカにしてる感じが嫌だったんだ。まあでも、悪口言う人はさ、あれだよ。人増えないよ。うん、配信者に嫌われちゃうから、全部自分に返ってくるんだよ。いい年にしようね、みんなでね。みんなで飛躍の年にしよう。鳥年だから羽ばたこう。あ、鶏飛べねえのか。うん、じゃああれだ、卵産もう。前科はね、まず1班目が銃刀法違反、2班目が詐欺罪、3番目が、障害。極悪だな。ひどいね。前科だけ聞くと超極悪人だね。やべえな、うん。前科だけ聞いたら、こってこてのアウトローみたいだね。あ、ふわり、おめでとう。うん、よろしく、今年も。極悪じゃん。極悪。こんな悪いやついるのかっていうぐらいね。すごいね。銃刀法違反、詐欺、障害だぜ。あらゆること。ねえ。人殺し以外は全部やったみたいな。俺刑務所行ったことないよ。うん。おい、コズさんありがとう、ハート。悪い人だね。3個もあるよ。うん。ヤクザですか？おう、りんたろういらっしゃい。うん。りんたろうの枠結構好きだよ。ロムってるよ、結構、りんたろう。頑張ってね。なんか、りんたろうはね、なんか似てる、同じ匂いがするよね。うん。銃刀法と障害だったら人殺しとかしか思いつかなくなる。人殺しだったら確実に殺人がつくから、から人は殺してないよ。うん。あ、前科ちゃんとわかる人だったら。ただ、暴力団員と間違われるよね、完全に。あとは放火？いや、放火とかは、暴力振るわない人がやる犯罪。深い犯。そう。
要はあの暴力系の人はあの障害が結構つくんだよ。だから前科でどういう人かわかるよ大体、うん、初見いらっしゃい、メメタンいらっしゃい、楽しんでて、うん、国家反逆罪っていうの死刑なの知ってた？あのこの国、この国で一番重たい罪って殺人じゃなくて国家反逆罪とあの紙幣偽造なんだよね。やったんだ。銃刀法って何持ってたの？何持ってたと思う？放火って殺人レベルに重たい。殺人レベルに重たいよ放火は、うん、だから要は国家権力に対するカウンターが発生しないような法律の、要は人を殺すことが重たいんじゃなくて国にとって脅威になることの方が重たいんだよ。そう、そういう風に国の法律、どこの国もほとんどそうだよ先進国は、うん、殺人よりも重たいのは国家に対する反逆だから。いいよ、うん、ナイフ1本、あのなんつうんだっけ、あのほら喧嘩の時とかに使うナイフあるじゃん、喧嘩の時とかに使うナイフあるじゃん、あれ？こっち、うん、はいはい、これとマジック、マジック、これ、うん、マッキー、はい、本番でいく、うん、俺31、ジャックナイフじゃなくてこう折りたたみのナイフあんじゃん、人を刺すやつ、何バタフライナイフだよね。バタフライナイフっていうのはボタンを押したらカシャって出るやつ、折りたたみナイフはこうガチャってやるやつだ。バタフライナイフっていうのは確かこうボタンを押すとカシャって出るやつはバタフライだったと思うよ。違うの？職質されてバレたの。六本木で俺ついナイフ持ってたの10代の頃は、うん、あの喧嘩弱いからで、そのナイフ持ってて、そのん？これ裏、ん？裏でいいの？大丈夫なの？そう、バタフライナイフっていうのか。あの人を刺すやつよの、ダガーナイフじゃないよ、刃渡りこんなんだよ、刃渡りこんなんで人を刺すやつあんじゃん。大して稼いでないだろニートくん。俺ニートではなくない？元不良なのかな、ポンコツの不良品の不良って意味だったらそうだと思うけど。ポンコツの不良品ですよ、ポンコツの不良。今月のさ、おお、あやかありがとう、あやかありがとう。あ、ごめん、ちょっとどうしよう、ちょっと待って、今月の目標金額いくらにしようかな。先月16万だった、先月は16万。こんな感じ、これでいい、うん、ここでいい、うん、サバイバルナイフかな、そのナイフあんま詳しくないからわかんないけど、とりあえず20ぐらいにすっか、今月の目標20万にしようか、うん、じゃあ20万からスタートです。あれ、ゼロが入らなかった、あれなんでゼロ入んないんだ、バグかな、なんで20って入らないんだ、20万入んないな、あれなんだろう、ちょ待って、なんかバグってんな、文字制限かな、なんだろう、文字制限か。
文字じゃあ一文字減らしてみるか。あ、文字制限だ。半分は達成。いや10万も稼いでないでしょ今日。花火の運動はやめたの。分かったよ。違うよ、俺400回ももうダンベルやってんだって。クソバレた。いきまーす。もう400何回やってる ?438 回やってんだよ。はい、彩香さん、花火ありがとう。ちょっと、ごめんね、のんた。ぶつける。ダンベルやるから。ちょっと、いや、いいよ。やるよ。いきまーす。1回。3回。4回。5回。6回。ありがとう。彩香ありがとう。ありがとうございます。よいしょ。腕今日超やべえから。見て、彩香。やばくない？丸太みたいでしょ。パンパン。はい、いいよ、こっちおいで。もう大丈夫。今年もよろしくね、彩香。いや、バンプアップって言って、筋トレした直後っていうのは、血管が膨らむから、腕が太くなるの。うん。でも今年は多分腕パンパンになるね。腹筋、俺の腹筋やばいよ。うん。ほら。うん。すごいでしょ。ねえ。すごい。筋肉にもったいない。筋トレのためにやってるわけじゃないからね、うん、筋トレのためじゃないから。ハート様みたいになってる。あれ、タバコ、こっちか。いいね。あ、かわいい。いいじゃん。いいね。いいじゃん。あ、いいね。俺はね、酒はやめたんだよね。酒やめたけど、あれだよ。なんかラム、この前アップルパイにアイスクリーム乗せて、そこにラムはかけたけどね。なんかデザートとかには使ったけど。でも、デザートにかけたラムでベロンベロンに酔っ払ったよね。うん、酒飲む？正月だけ。飲まない。やめ、やだ。うん？え？お酒ない。うん、別に飲めなくはないよ。酒強い方だと思うよ俺。今日朝浅井さんが来てさ、カラオケ誘われたんだけど寝過ごしちゃったよ。うん、浅井さんが来てカラオケ行こうって言ったけど寝ちゃった。朝一で挨拶したの浅井さんだったもんね、明けおめを。新しいフォロワーさん紹介します。グーチクさん、フォローありがとう。テキーラはストレートで全然飲んでたよ。テキーラストレートで20杯ぐらいじゃん。うん。アルプス一万尺。ねえ。今日だから本当は昼からね、浅井さんのカラオケパーティーからスタートしようと思ったけど、寝ちゃったんだよね。うん、テキーラストレートは多分20杯ぐらいでもう吐くぐらいかな。うん。
俺はあんまテキーラ好きじゃないけどね、イエガーが好きだね。あーオッケーオッケー、リュウさんさっき言ったよ、オープニングで言った。リュウさんフォローありがとう。え、幡ヶ谷行ったの？あ、今日違うよ。え、今日レクス来たんだって。今日はあのカラオケの、カラオケ変わったの、カラオケが変わったんだよ。ていうかレクス俺の家来ればよかったのに、普通にプラッと来いって言ってんじゃん、近く来たんだったら。うん、違うんだよ、カラオケの場所がなんか招き猫に変更になったんだって。なんか知んないけど、いつも行ってるカラオケ行ったでしょ、すっぽかされたんじゃないよ、なんか言ってたもん。あ、そうだったんだ、かわいそうに。電話くれればよかったのにね。今日カラオケ場所違うよって言われたもん、いつもと。うん、え、寺田さんとかいたけど浅井さんだけ来なかったってこと？珍しい。なんだろう、浅井さんだけ来なかったの？カラオケ場所は今日変更するって言ってたよ。あ、そうなんだ。珍しいね、浅井さんだけ来ないとかありえるんだね。ゲームやりたいんだよ、ドラゴンクエスト11やりたいし、バイオハザードやりたいんだよね。バイオハザード超やりたい、ゲーム好きだよ俺。ただもう何年やってないんだろうな、プレイステーション2で終わってるね俺の世代は。で3もあるんだけど、お店の時に買ったやつが、テレビがないから使ってないね。え、これ繋げられんの？ゲーム？え、これでゲームできんの？ HDMI。 マジで？後でやろうよ、いいじゃん。え、ドラクエできんのこれで？あ、行ってらっしゃい。初詣行く？初詣どっかあるかな？混んでっかな。和道さんのことお願いはダメだよ、あやかあやか。これね、重要なことだから。日本人がね、あのお願い間違ってるけど、神様にお願いしたらダメなんだよ、これみんな覚えておいて。日本人の宗教観間違ってるから。で神道も正しくはお願い事をしたらダメだよ。 FF はセブンが好きだったね。セブンしかやったことないのか。セブンが好きです。あのね、神様に、あの宗教家って神様に絶対お願い事はしないの。なんでかっていうと、日本人だけなんだよそういうことやるの。なんでかっていうと、お願い事を神様にお願いするじゃん。でお願い事を言うことを聞いたら、神様の方が人間の言うことを聞いたことになっちゃうの。そうだから、初詣とかって何をする場所かっていうと、神様に自分が約束をしに行くんだよ。今年はこんな一年にしたいと思ってますっていうことを神に宣言する場所なの。あと神に感謝する場所なの。だからお願い事をするっていうことは、神を滅謝に、潜在的に滅謝に見てんの。だから日本人の宗教観ありえないって海外で言われるの、そこなの。正しくは神道もそう教えてんだよ。神様にお願いして、神様お願い事叶ったら神が言うこと聞いたことになっちゃうから。そう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 、神様にはありがとうございますっていうところと、今年はこんな一年にしますっていう宣言をする場所。そう。だから、例えば、和道さんが幸せでありますようにじゃなくて、こう、和道さんの幸せのために私は一生懸命一年頑張りますっていう、いう感じよ。うん。そう。だから宣言をする感じにするの。和道が去年よりもプロ配信者として飛躍します。飛躍するように頑張りますっていうのかな。なんつうの、応援しますとかさ、その自分ができることを神に宣言するって感じかな。うん、そうそう、そういう、そういう風にすると神様がよし応援してあげようっていう風に。そうだから、自分の目標とかをこう言ったりとか、自分が神様に約束をしてくるの。うん、そうだから、例えばのんたんが幸せになりますようにじゃなくて、こうのんたんを幸せにするために1年間頑張りますとか、見守ってくださいとか、あと今年1年、去年1年ありがとうございましたみたいな。神社も毎年同じ場所じゃないと機嫌が、そう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 、神様はね、できれば同じところに固定化した方がいいんだよね。うん、そう、
だから本当はね、神社の人とかがそういうのを教えないといけないんだけど、日本人は結構なーなーで、そう、変な布教の仕方をしてるから、あの、それね、あの、間違ってるんだよ。ちゃんとしたね、神道の、あの、神主さんとかに聞くと、ちゃんと教えてくれるよ。うん、お願い事したらダメだよって。ああ、いいじゃん、いいじゃん。いいね、いいね、いいね。そう。日本人は他力本願すぎるんだよね。ああ、どうもどうも、バタフライテールさんいらっしゃい。うん。あ、いってらっしゃい。うん、いってらっしゃい。いいね。あ、ちゃんと黄金比のライン引いたんだ。いや、別にそういうわけじゃない。そうなんだ、うん、飲んだんが今絵描いたよ。途中経過見せてあげれば。今下書きで途中経過を書いてます。のんたん、のんたんが今絵を描いてます。これ T シャツにするからね、はい、いいね。神様は信じてますか？神様はね、いるんじゃなくてある。神様信じてますっていうか、 いるのが当たり前ですね、僕にとっては。ただみんなが信じてる神様と俺が信じてる神様っていうのは全然違うと思う、うん、全然違う。多分神の定義がみんなと違う。だからみんなが思ってるような絶対神みたいなのは存在しない。俺はだから仏教とキリスト教の統合みたいなことをやってるから、ニュアンスがちょっと違うね。もういいの？いいね。じゃあみんなに見せようか。これ撮っていい？こんな感じです、今のところ。あ、反射しちゃうね。こんなか、あ、反射しちゃう。こんな感じです。今。こんな感じでかけてます。絵の具？絵の具、パレットと何が必要なの？絵の具と、パレット、あと絵の具、水取ってこようか俺、うん、どこに入れればいいの？筆、かっけー、すげー、画家の筆だ。取っていい？すげー、かっこいい、すげーすげー、本格的、さすが美大生。じゃーん、携帯用の筆入れ。これ携帯用なんだ。もっといっぱい持ってんの。はい。どれに水入れてくればいいの？なんかのタッパーの。え？のタッパーみたいな。タッパー。どれくらいの量の水が必要なの？筆洗ったり。筆洗ったりね。オッケー。筆を洗ったりか。黒が和道カラーだね。でも別に自由に書いていいよ。あの、ノンタンが最高だって思う感じで。
ねえ、パソコンのね画面反射しちゃうね。ちょっとね、アップロードするし作品にするから大丈夫で安心して。お香炊こうか。はい、いい感じなんだ。おこうちは白檀あのあれだね、あチャンダンっていう白檀系の、日本でいうところの白檀だよね。チャンダンっていうお香だね。香りがいいとリラックスできるから。おお、いいね。いいね。絵描ける人、俺すげえいいなと思うんだよね。うん、俺自身が絵描けないからさ、すげえいいね。画家っていいよね。絵描きは好きだよ。芸術家の顔だよ。こんばんは、にっくん、今年もよろしく。絵うまい人憧れるよね。うん、学校とかでも漫画描くさのがうまい人とかもいっぱいいたもん。俺も下手なんだよ、絵。俺も下手くそ。だから美的センスのある人すごいね、尊敬するんだよね、昔から。絵を描ける人は天才だと思ってるから。だから写真がなかった時代とかはね、その世界をね、世に伝えるための大切な役割を担ってた人たちだから。ココア、いらっしゃい。うん。のんたいるよ。今年もよろしく。昨日映画見てないね、結局。うん。映画見てない。
テーマは何？それは。飛躍。飛躍？うん。ネットで配信とかサイト行くたびにサムネとか壁紙手作りしてる人を羨ましく思ってる。ね、いいよね。やっぱさ、配信も表現だから、何でもかんでもね、自分たちの仲間たちで作り上げていくと、やっぱいいよ。うん。その時その時の一瞬の俺は芸術だと思ってるから、配信も。時間の芸術だよね。よく言われてんのが、映画とか映像表現って何が違うのかっていうと、根本的に。時間を表現するって言われてんのよ。映画はね、時間のアートだと俺は思ってる。やっぱね、目が違うよね、いつもね。いい顔ですよ。うんうん、あー、かっこいいかっこいい。なんか同じ規格のアクリルボード何枚も買って、それキャンパスに見立てて壁にブワーって貼りたいなと思って。かっこいいね。ニックありがとうね、よろしくね。うん、今年は面白い年になると思うよ。うん、人生の一番、なんだろう、32歳ってね、俺の中で人生すごい大事な期間だと思って、子供の頃から考えてたから、うん、勝負の年だね。なんとか間に合ったかな。うん、いろいろ遠回りしてきたけど、なんとか間に合ったって感じだね。ダメかなと思った時も何回もあったけど、諦めなければね、何でもできるから。ねえ、のんたんは何でもできると思うけど、したいこといっぱいあるよ。うん、これからは旅だね。まずは映画も撮りたいし、あとは10万人の仲間と出会いたいと思ってる。クソババアさん、風船ありがとうございます。配信はドラマのね、台本のねえドラマだからよ。台本のないドラマね。だから人生そのものを映すツールだと俺は思ってて、配信っていうのは。その人の生き様だけで勝負しないといけないんだよ。長い目で見たら。その瞬間その瞬間繕ったりとかできるんだけど、やっぱりね、本質で勝負しないとダメだから、人間性だけだと思ってる、俺は。その人間、自分っていう作品を映す鏡なんだよね。うん、もうそれだけでしょ。自分が作品だからさ。キャラクターってやつだよね。怒らないね、あんまりね。なんかこの去年で1回だけじゃ怒ったのは、この前の鮫島さんが車にぶつけられた時にめちゃめちゃ怒ったけど、配信で今年怒ったのそれくらいじゃないの。プライベート温厚だもんね俺。うん、あんまり怒んの、怒るっていう感情が俺はネガティブな感情だと思ってるから、あんま好きじゃないんだよね。怒ってもいいことってあんまないんだもん。得がないっつうかさ、みんなが不幸になるじゃん。怒りの感情っていうのは他に転嫁した方が絶対かっこいい。
それこそ作品とかアートにぶつける感情だと思ってるけどね。怒りってすごい強い感情だから、うん、だけどその怒りって根本的にそのなんつうの、威嚇をしたりとか敵を攻撃する感情だから、その誰かが不幸になる可能性があるんだよ。すごい強い情動的なパワーだけど、そうなんか怒りっていうのはなんか人のために使った方がいいと思うよ。うん、のんたんの家に行くってのも怒ってたに入らない。あれはだから叱り、怒りとはちょっと違うんじゃないの。うん、俺は怒りだから、その他人を怒るのか他人を叱るのかっていうのは使い分けてるけどね、うん、怒るっていうのはさ、そのなんつうの、自分の怒りに身を任せて自分の思うがままにやる行動だと思うのが怒りだけど、相手のためを思ったりとか相手のためにどうすべきなのかっていうことがちゃんとできたら叱るっていう、そう怒りを抑えることができるんだよ、ぐーっと。それが一番大人として大事なことだと思うけど。ん？スルー？つみきちゃんなんかあった？あーごめんつみきちゃん、ごめんね。ハードありがとう、明けましておめでとう。ごめんごめん、あのワツドじゃないからね。うん、ごめんごめん。つみきちゃん今年もよろしくね。うん、そうそう、ほら絵見ながらとかさ、コメントが流れちゃう時あるんだよ、申し訳ない。うん、おいありがとう、つみきちゃん花火ありがとうございます。よいしょ、バドはどっちにしてもほとんど怒らない。冷静に対処する感じ。俺でも怒ったら怖いって言われるよね。怒ったら何するか分かんないって言われてる。昔から。あ、いてつ。いきまーす。ありがとうございます。なんかね、怒ってるイメージがついてるけどね、俺ほとんど怒ったことないと思う。ありがとうございます。おお、初めての花火か、ありがとう、すげえ嬉しいわ。頑張る頑張る。ロンパリのマザコン、俺全然マザコンじゃないよ。母親とは確執があって大嫌い、大嫌いっていうか、うん、母親はあんま好きな人間じゃないから全然マザコンではないと思うよ。どちらかっていうとファザコンだと思うけど、どちらかといえばダメ。6キロだね、6キロだけど、もう400、今日だけで1時間でね438回プラス2回やってるから、もうだいぶ効いてるんだよね。あんまり重たく設定すぎるともう上がらなくなっちゃうから、ただ今日はやりすぎなぐらいやってるね。今日は結構攻めてますよ。かなりもう腕がねピキってるね、神経が痛い、ほんと。ダンベルは6、片方6ね、ちょうどいいぐらいかな今。来月あたりもう少し重たくしてもいいかなと思うけど、今月はこれでいくよ。はい、メメタンありがとね、また来て、お疲れい。ハート花火ありがとうございます。古代さんハート花火ありがとう。よいしょ、ハート花火ありがとう。あ、花火ありがとう。6だから12。飲んだんでしょ、酔って。ノンタ可愛いよね。6回7回
うわくそあかんねあ。ありがとうございます。いって左が。左明日絶対動かないわ。ありがとうございます。小台さん、花見2発ありがとう。のんたごめんね、大丈夫だよ。人生でこんなにダンベルやったことないぞ。のんたんはね、やっぱ絵の人、ぼかしちゃったの？あ、そういうことか。のんたん、明けおめーだって。明けおめのんたん、今ね、真剣だから。のんたんの手元が見たい。絵の具とかがあるからなかなかうまくできないけど、こんな感じだな。今必死に絵を描いてます。真剣です。いいよね。のんたん定点カメラにするか、しばらく。こんな感じ。は絵のジャンル、これ何系のアートになるの？系統で言ったら。え？現代アート系なの、のんたんは。抽象画？抽象画なんだ。のんたんは現代アートを専攻してたらしいよ。現代アートの抽象画だって。揺れた？地震？仕事他何してんの？あのね、A 型作業所っていうところでバイトやってますね。
配信しながらバイトが一番めんど、配信しながらならバイトが一番めんどくさくないっすよね。どういうことだろう。配信しながらバイトが一番めんどくさくない。どういうこと？どういうことだろう。配信しながらバイト。のんたんの才能がもっと世に知ってもらいたいね。本当に人を動かすものがあったら俺はいずれ評価されると思ってる。本当の本物中の本物だったら絶対に評価される。要は人がほっとかないと思ってるね。おい桜子ちゃん明けおめ、今年もよろしくね。社員とかだと忙しいって意味かな。そうなんだろうね。まあ全然どんなスタイルでもいいと思うよ。配信は俺はさ、配信で飯食っていきたいと思ってるから配信を主軸にしてるだけであって、生き方だから、配信は。むしろ配信の面白いところはそのエキスパートであったりとかいろんな職業の人が参加できるっていうところが面白みだと思ってるね。ゲルゲどついたワードさん、俺ゲルゲどついたことなんか一回もないよ。ゲルゲがどつかれたって言ってるだけで、俺女の人に手あげるの大嫌いだもん。なんかね、人に評価をされるために何かをやるっていうのは結構不純だと思う。ゲルゲの虚言癖は結構昔から有名だし、誰もまともに話聞いてないでしょ。メンヘラちゃんだからね。指一本触ってないよ俺。ああ全然全然。ネットはね嘘つき多いかんね。ネットはっていう言い方も変だよね。で要は人が使ってるツールだから、要は世の中に嘘つきが多いんだよ。だからひろゆきが言ったのは正しいよね。嘘を嘘と見抜けなければネットを使うのは難しいっていう。ネットはね嘘の情報ばっかりだからね。
マー君の出所は来年とかじゃないのかな、わかんないけど、なんかあの追起訴されたらしいよ。刑務所の中で何の件か全く分かんないけど、俺はケーキが伸びてるって話だよね。煙出てる？どこ？どこ？煙出てる？あ、これね。お香、お香、お香炊いてんの。よかったっていうか、全然よくわかんないけど、よかったかどうか。いいね、いい感じだね。洋平さんいらっしゃい。間に合わせで平和の象徴で作ったけど、いいじゃんいいじゃん。名前の文字数のバランスのせいでバランス悪くなっちゃったんで、画像じゃなくて名前を変えちゃった。書き込むとあんまり良くない。そうなんだよね。そのサムネイルのサイズってすごく小さいから、実はね、結構デフォルメしないといけないっていうか。そう、バランスがすごい難しいんだよ。だからね、俺はイラストレーターとかでよくすごい小さいサイズにして、最小サイズにして、あ、これくらいで表示されてこれくらいのインパクトがあったらいいなっていう風に思ってる。文字とかはね、読み込むのにあんまり良くないよ。あくまでマークだ、マーク記号としてね、やるのが一番いいと思う。浅井さん冬越せるかな。大丈夫でしょう。浅井さん今朝会ったけど元気だったよ。結構好きなデザインだけどね、いいと思うけど、もうちょい鳥なのかな、なんか右上に羽ばたいてるのもっと前面に出してもいいかもしれない。いいね。鳩なんだ。ほう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 。鳩にしてはかっこよすぎるんだよ。
鳩に、鳩ってもっと丸いから鳩にしてはかっこいい、かっこいい、かっこよすぎるんだよ多分、うん、順調に進んでるね。一旦見せてみる。飲んだ。現段階こんな感じです。今現段階でこんな感じです。歌丸さんいらっしゃい。ほんとあの色彩感覚かっこいいかんね。ここに色入ったらかっこよくなるよ。うん、ね、完成が楽しみだね。のんたんの世界観いいよね。なんかすごい温厚に見えてね、やっぱ絵になると尖るんだよね。すごい。のんたんの凶暴性が出てくる。絵好き？楽しい？心がそのまんまビジュアルになるからね。絵はいいよ。ブランドね。スタジオ入りてえな。ドラム叩きたい。腹減ったな。なんか頭クラクラする。うん、後で食べるよ。あ、やべ、延長チケットが残り2枚だ。買っとこ。アイテム交換、アイテム交換ドルだ。そうだよね、多分塔が持ってかれてるんだろうね。頭がクラクラする。アイテムの交換何枚ぐらい買っとこうかな。延長チケット1万円分買っとくか。50枚、100枚買っとくか、とりあえず。お雑煮？うん。100枚で5000ポイントだ。この内容で交換する。100枚買っとくか。延長チケット。1万円分買います。
1万円分延長チケット買いました。俺もアートしたくなってきた。いいね。小生さんいらっしゃい。どうも。いやでも1ヶ月で1万5000円分ぐらいチケット使うかんね。俺も書いてみる。画用紙借りていい、うん、これもういらない、うんうん、じゃあ俺も1枚書いてみるか。あ、これのんたん書いてくれた俺の羊の絵だね。書いてみるか。鉛筆とかある？削ってないの？削ってないの？ああ。ああ。よいしょか。ボールペンで書くか。俺も書くか。芸大卒業してるね、のんたんは。俺が描いた、俺はどんな絵描くかね、うん、分からんけど。じゃあ二人で絵描こうか。米ビュー入れるか。じゃあ誰かテストでコメント、テストって打ってみて。テストって書いて、テストって。レクチアットマークカズミチオシさんテスト、両エイアットマーク PC 初心者さん愛してる。これくらいでカズミアットマークカズミチプロマネージャーさんテスト。いいね。両エイアットマーク PC 初心者さんアテストか W 古代さんテスト、ハッチアットマークひねもすカズミチライフさんテスト。音量これくらいでいい？ PC 初心者さんみんなマジ MW。 音量これくらいでいい？みんなの声。両エイアットマーク PC 初心者さんいいと思います。いいよ。古代3億 OK。
Thank you.
PC 初心者さん無言枠になってた W コメントなかったら無言になるよ、そりゃ。古代さん WWW コメントがなかったら配信者は何も喋れないもん、うん、そりゃそうなるでしょ。PC 初心者さん、定期イラスト作成中、悪口を書くなら今。ありがとう、りょうへいさん。出口アットマーク、かずみちおじさん。じゃあ、かわいこうよ。かわいくかわいくりょうへいアットマーク、PC 初心者さん。あ、ダメだ、聞こえてる W。聞こえてますよ、うん。古代さん、バレる W。バレちゃうよ。はい、ブロックです。両 A アットマーク PC 初心者さん、ビロックコア W、 古代さん出た W。両 A アットマーク PC 初心者さん、証拠は消したから大丈夫。筆が欲しいな。極細、これが一番細い筆？後ろ、真後ろ。筆は好きになれないな。筆は難しい。水墨画とかかっこいいけどね。あれはもう本当芸術だよね。
古代さんすごいな、書いてって言われてパッと描けちゃうんだから。いや、書いて、いや、書けっつったから書いてるだけであって、別に書けるわけじゃないからね。絵が上手いかどうかはまた別の問題でしょ、それは。書け、だから無茶ぶりに答えてるだけだからね、簡単に言うと。別に絵が上手いかどうかは別問題でしょ、そこは。すごくはないでしょ。無茶ぶりに答えてるだけだから。古代さん期待してるよ W。 期待してんの？期待には答えないよ。そこは答えるって言ってくれないと W。 明けましておめでとうございます。おめでとうございます。明けおめい。高橋克典って本名じゃないでしょ。君のキスしか欲しくないのさの高橋克典。
なんかぴょんぴょん跳ねてるんですけどいいんだけどいいんだけど、うん、かっこいいかっこいい、のんたんがちょいちょい技使ってる。かずみちもやって W、うん、俺はいいかなのんたんがなんか技使ってるよね。なんか筆に水をかってこうペン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 やったりしてる。ドライヤーやってくれば、大丈夫大丈夫大丈夫。RENA さん、かずみちさん、あけおめ。あけおめ。あけおめ。上手って見てないじゃん。
チラッと見えてます。俺の絵？のんたんの絵？どっちの絵だろう。コーニー、コーニーさん、クリスマス大変でしたね。大変だったよね。どっちの絵が見えてんの？和道さんの絵かな。俺の絵、うん、レクチアットマーク和道推しさんかっこいい。古代さんを。古代さん書くの早いな。コーニー、コーニーさん、別にクリスマスだからってめでたくないけど、あんな時に事故を起こして巻き込むなよってね。RENA さん、彼女さんの絵も見てみたいです。彼女はね、今ドライヤーで乾かしてるから、ちょっと待って。彼女がグッズ販売するから、ブランド立ち上げるから。両エイアットマーク PC 初心者さんグッズはこのページで。あざーす。両エイアットマーク PC 初心者さん、あ、ブランド。コーニー、コーニー、ポストカードはね、何の絵描いてるんです。おー、オングストローム、おー。 T シャツのデザインですね。 T シャツのデザイン。両エイアットマーク PC 初心者さん、いやいやいや、グッズはこのページで売るんですか。うん、すずりで売るよ。古代さん、マロングラッセのりこだっけ。 W マロングラッセのりこ。両エイアットマーク PC 初心者さん、おりょうえいアットマーク PC 初心者さん、そういえばのんたんさん、ふわっちされてるんでぃですか。ふわっちしてんのかね、知らない。ふわっちやってんのかな。
さんこんばんは。明けましておめでとうございます。明けましておめでとう。頑張ります。頑張ります。ありがとうございます。古代さんうまいじゃん。うまいか。出口アットマーク和道推しさんよき。マイニャンさん何の音？ドライヤーでね乾かしてる。コンタさん明けましておめでとうございますか。ドマツ来年もよろしくお願いします。山の日の出。はい、いらっしゃい。どうも、ゴンタさん、いらっしゃい。戻ってくる。うん、赤ちょうだい。彼女さん、はじめまして。絵描いてますよ。はい。出口アットマーク和道推しさん口笑。古代さんかっこいい顔。重ねてみよう。のんたんのんたんのアートとの合体をしてみようよ。
乾いてないからダメだな。のんたんの方はかっこいいよ、ほら。透明です、完成形だからいいんだよ、これ、うん、こっち立て。りょうえいさん、のんたんさん、かっこいい、かっこいいよね。レクチアットマーク、ライトアップしてもかっこいいじゃん、かっこいい、ライトアップしてみよう。これつけてみて。古代さん、すごいな。りょうえいさん、ほんと反射さえなかったらはっきり見たい。こんな感じ、のんたん。いいね、いい感じだね、かっこいいね。ありがとう、続けして。りょうえいさんは、どうさんもめっちゃうまい、 W 騙された。 W うまくないでしょ。レクチアットマーク、和道推しさん、 T シャツに全体プリントでおなしゃす。全体プリントでいこうか。うまいか。いや、うん、そうだね、それをうまくやるよ、俺は。りょうえいさん、いいな。じゃあ一回洗ってくるわ。モンター引きすぎて。今こんな感じです。アットマーク、和道推しさん、かっこよすぎ、問題。マイニャンさん、テーマは何ですか。古代さん、いいね。テーマは、飛躍がテーマです。りょうえいさん、今の状態でもアップしてみてみたい。
コンタさん油絵。これは今アクリルで描いてます。透明の板にアクリルで描いてます。ちょっとじゃあ裏からから見るとこんな感じ。コロツキさんはコツかっこいい。でじっくり見たいね。ひろしきさん分かりにくいっすね。高橋克典さん2人の絵は商売になりそうだ。レクチアットマークカズミチおしさんめっちゃ好き。レクチアットマークカズミチおしさんワドさんのお母さん。何かを書いたんだよ。マイニャン300点キラキラ。古代さん88,888。古代さん額縁に入れたい。額に入れたい。
ちゃんさん、明けましておめでとうございます。アスタリスクドットプラス、おめでとうございます。おめでとうございます。ちゃんさん、のんちゃいえうまい。のんちゃん絵描いてるよ、うん、これは俺ね。これは俺です。のんちゃんの絵かっこいいな。時癒し系のんたんじゃないね、画家みたい。もともと美大生だからね、ずっと絵描いてた女の子だから。目元をきれいにしました。
古代さんを仕上げ中です。完成かな、俺は。完成です。ワードを先に完成しました。ワードを先に完成です。パチパチ完成しました。個展を開こう。古代さん88,888。個展を開こう。ミツチアットマーク和道推し3888。みんなで個展を開こう。マイニャン388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 
個展を開こうぜ。個展を、いいね。なんか世界観が似てるっていう、うん、世界観が似てる、似てない？ほら、セクチアットマークカズミチ、おしさん、おしい守る感スコ、おしい守る感出てる？出てる？古代さん、それ思った。え、おしい守るっぽい？そう、おしい守るっぽいか。古代さん、どことなく似てる。へー、え？古代さん、二人の絵がね、漢字が似てる。あ、似てるよね、なんか。
めくしアットマーク和道を資産アンチ商業路線な感じが良き。全然売れないでしょこれ。これ売れないでしょ。これはこれはかっこいいよ。絶対この家悪魔崇拝かなんかやってるよね。それだから見るとほら光らないから見やすい。それ撮った方がかっこいいんだって。それ撮ってアートだから。そう、それだから。これでいいんだよ。透明でいいの。で後ろからあの見せたいところを後ろで白だけ塗ってみ。そしたらかっこよくなる。ペクチアットマーク和道を資産すげえ。壁とかにね。これコラボできるからこうやってやると。こうやって。本当だ。コラボできるから。かっこいいじゃん。それ壁とかに飾ったらかっこいいよ。ここに飾ってみてよ。ちょっと飲んだ。ここカメラ見えるところに。そうそう、ちゃんと壁にペタッと貼り付けてみて。そかっこいいから。ソンタさん綺麗。ちゃんとやって。綺麗だよね。かっこいいじゃん。ここにやってみれば。椅子に。ああ。椅子にやってみよう。椅子に。かっこいいじゃん。レクチアットマーク和道を資産欲しいチルダ。かっこいい。あ、肺が。いいよね。なんか黒 T にするとこういう感じになるんじゃない。いいじゃん。今裏だ。え？こっちがザラザラ。あ、こうか。今ずっと光って見えないから今ザラザラ。こうか。古代さんかっこいいな。かっこいいよねこれ。アクリル板正解でしょ。反射しちゃうの。ワイニャンさん本格的キラキラ。かっこいいじゃん。両英さんかっこいいけどやっぱしちゃんと見たい涙。いいね。マートさん確かに才能ある。レクチアットマーク和道を資産ノン画伯のファンになる。ノン画伯のこれもあるよ。スリップノットも。あ、垂れてない？大丈夫？垂れてるように書いて。書いたのか。いいね。スキャンしに行く。レクチアットマーク和道を資産羊もいい。羊いいよね。かっこいいよね。両へ遺産見えた。スリップノットだ。両へ遺産反射なしで見えた。反射なしで見えた。両へ遺産かっこいい。
あれだよ、普通の蛍光灯にすればいいんだよ。それ消して。あ、両栄さんかっこいい。見えないか。古代さんいいな。レクチアットマークカズミチおしさんめっちゃいい。両栄さん今裏に白い紙してもらったらはっきり見えるかも。マートさん AGM 変えて。両栄さん来た。いいぞ。両栄さん見え。見えた。レクチアットマークカズミチおしさんすごいよ。いいね。うん。両栄さん見える見える、はっきり見える。古代さんすごいなぁ。これ裏だ。こいつをスキャンするか。行く？コンビニ。いいね、ここかっこいいね。両栄さんこれか T シャツになるのか。そうだね、これを T シャツにしようと思ってるね。こっち側も結構好きなんだよ。裏側？うん、裏側から撮るよ。じゃあ両方撮ってみよう。両方撮ってみよう。うん、裏こっちの方が好きだけどね。うん、奥行き感がある。そうだね。両栄さんいろんな意味で羨まし。じゃあこれも着替えてきて、うん、コンビニ行くから。はい、よし完成。やっぱ黒が合うかな。白もいいな。多分これは白だと思う。黒だと黒が潰れちゃうから。うん、レクチアットカズミチオシ3888。うん、そう、これ水とかも洗ってきて。マイニャンさん、お二人は付き合ってどれくらいですか？ 3,4 ヶ月じゃないの。 3,4 ヶ月いいね。これかっこいいよね。これも T シャツにする？これも T シャツにする？これえ？パレット。おういいよ。はい、レクチアットマークカズミチを試算してください。これも T シャツにすっか。古代さんそれもいいね。これも T シャツにすっか。両栄さんいいと思います。うん、これもコピーしよう。これはこれはいらない。これいらない。怖いな。アメ
さん、明けましておめでとうございます。おい、明けおめえ、これはいらない。これ、これいらない。これ和道画伯いらない。古代さん、それの T シャツは怖い。 W、 これいらない、この T シャツ怖い。両 A さん、怖そう。 W、 怖い。これも古代さん、かっこいいけど W、 これも作るわ一応。レクチアットマーク、和道おしさん、プレミア限定。じゃあこれプレミア限定で、これ5枚だけ作ろうか。この T シャツは5枚限定で作るわ。コンタさん、完成。これ5枚作るわ俺、デザインで。アメさん、ノンタンの絵。これは俺の絵。これはこれは俺の絵だね。これは、これはプレミア T シャツ5枚作ります。でこっち側はノンタンの作品だから、あのなんつうの、枚数限定なしで。5枚も売れねえか。これ3枚にしようか。これ3枚限定にしようか。3枚限定、これは3枚限定で売ります。でこっち側はあの大量に売ります。こっちとこっちね、こっちとこっちは、スキャンしてみねえと分かんねえかんな。アメさん、さすがノンタン。さすがだよね、才能あるよね。レクチアットマーク、和道おしさん、購入不可避。購入不可避、外配信行くよ。じゃあ外配信、これかっこいいな。これなんかバンド T シャツっぽくてかっこいいよね、これ、これかっこいいな。これプリントされてたらかっこいいね、じゃあ T シャツ3枚作るか。いいね。この T シャツありだな。俺も買おうかな。ねえ、ありだよね。終わった？着替えた？じゃあ片付けをして、片付けしてから行こう。なんかわかんない。高橋勝則さん、なんか今日は肌ツヤがいいね。いや、あのスクワットじゃなくて腕立て、腕立てじゃない、ダンベルをね、何回やった？500回ぐらいやりましたね。もうヘトヘトです僕は。じゃあグッズを作りに行きますか。じゃあ一旦落ちます。お疲れ様、一旦落ちます。ちーさん、明けましておめでとうございます。明けましておめでとう。じゃあ一回落ちるよ。お疲れ様。外配信でコピー取りに行きます。お疲れ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんねん。もう